まあ、みたいな感じでですね、まあ朝、布団から出ることもせずに、腹筋運動を始める。まあ、上布団は取らなあかんですけども、できるっていうか、要は空中で自転車を漕いでくださいっていうような運動なんですけども、まあ30秒ぐらいから始めて1分ぐらいまでできるようになればいいと思います。これ結構、腹筋全体に途中、後半特に効いてくるんで、すごくいいと思います。はい。やり方なんですけど、よいしょ。この猫飲んだ時に、まず、腰の部分だけがついてるように丸くなってほしいんですね。この状態です。肩と肩甲骨を上げてください。で、この状態で自転車を漕ぎます。よいしょ。空中で。で、これを、大きく、速く回します。で、地面できるだけスレスレの位置を行った方が結構効きますね。まあ、スレスレがこう大きくですね。はい。で、こういう自重系のトレーニングって、例えば、秒でやると、これで30秒やるのと、これでやるんでは全然効きが変わるんですよ。自分のさじ加減一つで、きつくできたり弱くできたりするんですけども、理想としては、できる限り速く、できる限り大きく、できるだけこう地面にすれるぐらいの低さを保ちながら回してください。はい。これをですね、いくら速くやってもこの辺で上の方だけで速く回しててもあんまり効かないんで、できるだけ下の方行ってください。もし、この回転が無理ならあれば、こっちでもいいです。こっちでも。はい。これもまあ、逆回転でも構いませんので、はい。やってみてください。まあ30秒ぐらいから始めて、1分ぐらい。できるだけ早く、できるだけ大きくやると、こう腹、お腹全体でぐーっと効いてきますんで、めっちゃいいと思います。はい。なんと、布団から出ずに、腹筋運動できるやーんって。まあ別によう考えたらこれだけじゃなくても全部できますね。はい。まあ、仰向けのまま始めることができるということで。一回、もし、なんかこう、ぐんぐん上がったりするのがめんどくさいなっていう方は、これやってみてください。はい。